はい、こんにちは。ボディーコンサルティングコーチの柳です。よろしくお願いします。今日もですね、夏までに腹筋を終わりたい、そういった方のためのですね、動画を撮っております。腹筋はですね、4つの筋肉があります。で、一番表面にある腹直筋というね、筋肉がありますが、そこの筋肉は特に今下側ですね、分かれてるわけではないんですけども、特に下の方を、しっかりと意識して鍛えるトレーニングになります。なぜこれをやるかと言いますと、通常腹筋と言いますと上体をこう起こしていくような腹筋になりますけれども、その起こす腹筋、ややですね、意識が上の方になりがちです。実際は下の方も使ってますけれども、上の方が結構きついっていうふうに言われる方が多いんですね。それは両方というか、このつながっている筋肉を意識した状態で、全てを使っている、ね、フォーム、意識、そういったものでこのトレーニングがなかなかできづらいというか、やりづらいんですね。なので、ちょっとあえてですけども、あえてその下側を中心に意識できるトレーニングをちょっとご紹介したいと思います。はい、仰向けになりますね。はい、動きとしてはヒップレイズといいまして、この足をぐーっと起こしていく動作になります。はい、丁寧にこう力を抜いていただいて、下ろしていただいて、はい、ボールを挟んだら、そのまま足をぐーっとですね、この膝を胸に引きつけるようなイメージ、よろしいですか。はい、慣れてきたら少しお尻をこう浮かせます。はい、でここで止めるのが一つポイントになります。常に腹筋に緊張感、いい緊張感を保たせるために、浮かせた状態でもう一度次の動作に入ると。はい、動作中は呼吸を止めずにですね、できれば足を浮かせるときにふーっと吐いて、戻すときに吸うような形でやっていただけるといいかなと思います。はい、どうしても雑な動きになってくると、反動でね、やるようになってきます。例えば、まあ、スポーツのために、スポーツのパフォーマンスですね、競技力、そういったものを上げるために、このトレーニングを入れるという、そういう場合だったり、そのスピードをね、どん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 こう上げていくような目的でやっていくのであればいいんですけども、今回は腹筋を割るというところが最大の目的になりますので、しっかりとですね、この筋肉を意識して使う、そのために動作をゆっくり行うというところをちょっと意識していただいて、10回2セットからまたこれもスタートしていただければなと思います。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。